さじゃねえんだって。前に食べたばっかりでしょう。こいつがいつもお父さんの肩の上に乗って耳元でこの甲高い声、誰かさんの小さい時と一緒。見て見て、この尻尾、この尻尾、赤霊の特有の尻尾。こいつが一番おデブです。いつも夜遅くまで一番うるさいです。こいつと肩に乗ってるやつが二人でピー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 いつも鳴いています。こっちの2羽がいつもおとなしいです。でも餌の時になると走って集まってきます。